どうもこんにちは、今回はですねこちら、ワックさんからホーム&アウトドアクッキングツールというものをですねご提供いただきましたので、使っていきたいなと思います。クッキングツールということなんですけれどもこのような感じになってます。こちらをですねこう展開します。展開するとなんか動くようになるのかな。お、こうなってるのか。こういう風になってまして、要はここをくっつけるわけですね。くっつけてロックすると。なのでスライドさせれば、こういう風にね展開することができます。これとこの状態、この2つの状態で、使用するという感じになります。もちろんですね1つにした状態で使ってもいいので、まあ、こんな感じで使ってもいいのかなと思います。でそれとですねこれにはまずナイフがついてるんですけども、ナイフはねステーキを切るためだけのナイフという感じです。なんか特に野菜を切るとかそういった感じのナイフではないです。こういった感じで、コルク抜きもついてます。で一応ですねここが栓抜きになってます。栓抜きになってるのでまあこれ1個あれば、いろんなことができるのかなという感じです。で中に入ってるバネもね結構しっかりしてるのでこのシャキンという音とともに、閉まってくれたり開いてくれたりします。で今回はですね、これがねステーキをひっくり返すためのものなんですけども、せっかくこういったものがあるのでお肉を焼いていこうと思います。こちらがですね、先日購入した、キャプテンスタックのかまどっぽいやつ。まあねこれこのまま使ってもいいんですが、やっぱりですね、これもねちょっと大きめのものなので鉄板を用意します。で今回用意した鉄板がですねこちらです。リバティコーポレーションというところだったかな、そういった会社が出している鉄板なんですけれども、25cm×25cm の鉄板になってます。専用のものではないんで、ぴったりというサイズではないんですが、ちょうどねこの上に乗るサイズではあるので、これをね購入してみました。今まで何回か使ったんですけれども、結構ね使いやすい鉄板だと思います。まずねいいところはシーズニングしなくていいっていうところと、厚みがあんまりないので軽いです。お手入れが簡単で持ち運びがしやすいというところと、やっぱりこの大きさですよね。25センチっていうのはね、焼きうどんとかするときにもですねかなり余裕ですることができます。それとねまあ極めつけなんですけども、このね深さがあるので、具材がですねはみ出してきたりとか落ちたりっていう心配があまりありません。まあ、鉄板こだわる方もいると思うんですけども、まあ、手軽に料理をしたいという場合はこういったもので十分じゃないかなと思います。いやどんどんですね進めたいところだったんですが、また忘れ物をしました。今回の忘れ物はまな板です。まな板を忘れてしまいました。はですね、これこう伸ばしてもいいんですけど、伸ばすとねかなり長いです。かなり長いのでもしかしたら伸ばした方が使いにくいかもしれないですね。個人的には伸ばさない方が使いやすいと思います。肉を焼くときはですね、こういった短い二刀流で焼くのがいいかもしれません。さあ行ってみましょうか。
なかこのねターナーって面白いですね。初めて使ったけど、こういうものがあるといろんな料理が楽しそうです。さあさあ、そしたら今度はね、これは避難させといて、いただきます。美味しそう。うめえ。いやもうね、美味しくないわけがないですよね、これ。うめ。はい、そしたらですね、収納方法なんですけれども、これですね、ここの丸がありますよね。丸とちょっとこうずれるようなラインが彫ってあるんですけれども、ここにね、要ははめるようになります。で、これはこう閉じた時ですね、閉じた時に穴が塞がる形になります。穴が塞がる形になるので、この突起の部分が引っかかってくれません。なので、必ずこう開いた状態で、重ねてあげてスライドさせるとはまります。このね、本体はね、500何グラムあるのかな、結構重たいです。重たいですが、まあ料理する分には問題ない重さなんじゃないでしょうか。こうやってね、外して2つにしてしまうとですね、大した重さではありません。こっちはちょっとやっぱりでも重いかな。ナイフとコルク抜きが入ってるだけやっぱり重たいんですけども、こちら側であればですね、そこまでの重さは感じないので、まあ料理もね、かなりしやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、ワックさんからご提供いただきましたマルチクッキングツール、こちらを使ってみました。実際ね、これクラウドファンディングで僕も見かけてまして、本当はね、実費で買おうかなと思ってたところであったので、今回ね、これを使わせていただいて、ワックさんありがとうございました。結構小物ですよね。小物っていうのは忘れがちなので、こんな感じでですね、1個にまとまってれば、まあ間違いなく忘れることもありませんし、このキャンプギアならではの感じっていうのはね、結構いいんじゃないかなと思います。ということで今回は、ワックさんのマルチクッキングツールでした。
気になる方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは。